待って待って待って、ジオウのおもちゃ情報めっちゃ解禁されてる今日。あ、どうもレオンチャンネルです。おもちゃウェブのページとかどうなってるかなと思って見たらすごい来てるから、ちょっと見ようよ。結局ジオウさ、ディケイドと絡んだりするのかな。まずは定番のライダーヒーローシリーズね、ソフビのやつね、あの六本木で先行販売されたやつですよ。顔にさ、ライダーってデカデカこんな書いてあるのに、もうダセーとかありえないとかそういう声がほぼないっていうのがすごいと思う。もうみんなあれですよ、飼いならされちゃってますよ、僕も含めて全然これカッコ悪いとか思わないもんね。でさらにこれライドウォッチもう出るよ、もう出るよ。8月4日だって、あと3日後に出るし、デラックスビルドライドウォッチ定価は1500円だから、光るなるっしょ。これは光るなるやつでしょ。あ、なんか絵柄が変わってる。ちょっと見ていこう。これが標準のビルドの顔があって、目が光るんだ、複眼部分が。で、ビルドマークと2017って出るわけね。で、ここの盤面、時計の盤面みたいなのが出てきて、おー、ライドウォッチがセット状態。ボルテイか、音鳴ってる鳴ってる。タイムブレイク、時空ドライバーのこの片側にはまると。二つね、ウォッチをはめるってテレビ局に書いてあった。あー、ちょっと待って。あ、おー、回して柄チェンジ、ボタンを押して光る鳴る。ビルド、ベストマーチ、フルボトルで変身する天才ライダーはビルドだ。お、こんな風に言うんだ。声優さんっていうかさ、ボイス誰なんだろうね。ビルドの、ビルド関連のボイスもすごい良かったから、小林さんと若本さんが、へえ、やっぱなるんだ。どうなるかなと思ってると、これは楽しそう。で、何？デラックスグリスウォッチ、あれプレ版のページに飛んだ。グリスアーマーでアーマータイム、8月25、予約開始ってしか書いてない。あ、これじゃあ一般販売じゃなくてグリスはプレ版と。もう、いや、メインライダー20人分じゃなくて19人分か。レジェンドライダーは一般販売して、何、2号ライダー3号ライダーとかは全部プレ版とか言い始めたらとんでもない数出ますよね。で、変身ベルトデラックス時空ドライバー、これがこれから1年めっちゃ楽しむことになる新しいドライバーですよ。で、ここにライドウォッチ変身用のアイテムが向かって左にはまって、2018ってここ液晶になってて、そこにいろんな数字とか文字が出るって、さっきなんかブレイクって出てましたよね。おー、ライドウォッチいいな。ライドウォッチ結構大きいっぽいしさ、なんかやっぱガシャットとかロックシードとかそういうのを思い出すかな。で、ライダータイム、仮面ライダージオ、あ、ちょっと待って、なんか気になること書いてあった。ベルトを360度回してライダータイム、すげえ撮影しづらそう。なに、このでっかいベルトを360度ぐるって回すの、大変だわ。画角内に収めるの、それは。あ、やっぱでもあれだね、複眼部分が発光するような形だね。こういう感じだと、あのウィザードとかの発光とかは綺麗そう。へえ、回して絵柄チェンジで光るなる。で、さらにベルトも回すと、これが、要はこの前面パーツがぐるっと一回転するってこと？すげえ、どうやって撮影すんだろう。まずそれが気になるよね、YouTuber 的には。おー、360度回転とは思わなかったな。フィニッシュタイム、タイムブレイク、アーマータイム、ベストマーチ、ビルド。さらにこのアーマーっていうか、これ横のさ、サイドのここがさあ、見てピンが3プラス3だ。こんな出っ張ってんのよね。で、スライドしてセットする感じなんだ。横も縦もすごいことになりそう。時空ドライバーは何がモチーフになってるんだろう。ストップウォッチかな、これも。あー、ここの発光面白そうだよね。すげー、すげえなー。いつだ発売だっけ、9月1月。もうまだ先じゃん、早く発売してほしい。で、次は実感ギレート、実感銃剣デラックス実感ギレート。さっき僕テレビくんの動画でも言いましたけど、ここにもね、文字銃って書いちゃってるからね、カタカナで。で、剣になると剣と、これひっくり返るわけか。
ひっくり返る感じか、銃と剣で。銃と剣で。あ、違う。あれかな？パーツが展開することで文字が変わるって感じたのかな？タイムチャージ、ギリギリギリ。ただこれピン配列の、あ、ピン配列じゃない。あの、認識ピンないから、こっちで個別認識する感じじゃないのね。なんかこっちは非接触とかそういうあれじゃないのか。これが基本武器1年間使うやつですよ。デラックスライドウォッチホルダー、両腕につけてたやつ。おお、がこれにゴーストがつくんだ。両腕にね、あのこのライドウォッチホルダーをつけて、合計4つかな、こんな感じ。まあこれはあくまでホルダーだから、まあこれはなんだろう、ゲイツか。ゲイツ、ゲイツは、え、何、ゴーストと絡むわけ。あ、そうだ、なんかそれ書いてあった、書いてあった、そういえば。あ、で2015とかゴーストマークが出ると。ライドウォッチ、このちょっと複雑な見た目いいな。でも基本のこのストップウォッチ造形は変わんないのか。色が変わって真ん中の絵柄が変わると。でこれもアーマータイム、海岸ゴースト。おーおー、ホルダーはあくまでホルダーだね。こんなんあれじゃない、いっぱい買ってさ、腕とか足につけまくる人が出てくるんじゃない2個じゃなくてさ、もう8個とかさ、10個とか買って。でゲイツのソフビだね。ゲイツの詳しいキャラクター説明はテレビくんにね載ってましたから、あ、そういうキャラなんだっていう風に思った。こっちはさ、あれなんだよね、 G-SHOCK みたいな感じなんだよね。ベルト部分が変身の、あの、変身ベルトじゃなくてこのベルトね、時計のベルト部分がね。だライダーってこれさ、ひらがなで書いてあるんだよ。普通に考えたらありえないけど、これを見ても特に、え、ありえなくない、ダサくないみたいな言葉が出てこないのが今の平成ライダー。デラックスゲイツライドウォッチ。あ、そっか、これはベルト付きじゃないやつが別で出るわけね。あ、でな、こうナンバーが書いてある、ここのね、このあの何、年代がある意味キャラのネタバレになるね。ライダータイム。あー、そっかそっか。で、お、早速ギター RKF ライダーキックスフィギュアシリーズに、あの全高13センチのやつですよ。僕がこの間動画作ったやつ。さっぱりめだな、やっぱり。でも2000円ぐらいで買えるんだよね。2000円だもんね。これ買うっしょ、みんな。そしてそして、ソフビジオーのビルドアーマー。いきなりさ、ジオーの見た目めっちゃ変わるんだけど。要はこれがボーイズトイで再現できるやつがまた別で、 RKF とは別で出てくるってことだよね。これまで通り面白そうだな。乗ってないかな、乗ってないか、まだで。 RKF の、 RKF のラビットタンク、これはもう画像がね先に出てたやつだね。2000円で買えるやつです。全部9月上旬とか9月1日とかだな。ライダーヒーローシリーズのゲイツゴーストアーマー。ゲイツとさ、ビルド、あ、ビルドじゃない、軸じゃないちょっと興奮しすぎちゃって、ジオーでさ、装着するライダーの年代とかに何か法則性あるのかな。あの、てっきり流れ的には1号ライダー系をジオが装着して、2号ライダー系をゲイツが装着するとか、まあ、いわゆるそういうのかなと思ったら違うっぽいんだよね。いきなりもうゴースト装着してるもんね。でこれがフルセット、あ、全部入ってる。デラックス時空ドライバー&ライドウォッチホルダーセット、ベルトプラス時空ドライバーね。で、何、他にはライドウォッチか、ライドウォッチのジオーね、さらにホルダーね、そしてゲイツのウォッチに、ゲイツライドウォッチ、時空ドライバーにセット、ベルトを360度回してライダータイム。すごいな、これほんとね、撮影が心配。回せる？あの、台座が、あ、でも台座あれか、最悪2個を重ねたりとかすればいいのか。てかさ、変身ベルトの公式台座もさ、もう僕10個、10個プラス10個買って、最初に10個買って、再販で10個買って、もう足りないから、バンダイ様、お願いします。公式台座追加で、プレ版でまた発売してください。もう、みんな足んなくなってきてるよね。CSM とかもめっちゃ出るからさ、で、CSM 買ったらさ、飾らないわけにはいかないじゃん。コンセレの変身ベルトかっこよすぎるから。もうどん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 足りなくなってんのよ。今もうね、いちいちこう撮影のたびに外して、
使ってるから余分にまた10個20個欲しいから、今もうあれプレネ化してるからさ、バンダイ様再販お願いします、早く遊びたい。でもウォッチだけはとりあえず先行発売するから、しかもビルドが来るし楽しみだね。バトンタッチアイテムであれ出ないのかな、ゲイツフルボトル、ビルドウォッチが出るんだったらゲイツフルボトルも出そうな感じだけど、バトンタッチアイテム来ないのかな。でおもちゃウェブの方を見ると、おなんかさっきねチラッとね書いてあった、あこれ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 、キャンペーンもあって、クローズライドウォッチキャンペーン、変身ベルトデラックス軸ドライバーを買うとクローズのライドウォッチが超限定その場でもらえる、数量限定、毎年のねあの一番最初にもらえるすごいいいやつですよ、キャンペーンの結構デラックス感がもらえるやつ、それが今回クローズってわけですね。いやバンジョー人気キャラだし、ベルトを買う理由になりますよね、ブーストかかるよねこれ、みんな欲しいから。クローズライドウォッチでしっかりあれでしょ、光って音も鳴ってなのかな、でもデラックスって書いてないから、でもどうなんだろう。じゃあ一通りねこの辺概要欄貼っておきますからご確認ください。以上、仮面ライダージオのおもちゃ情報が大量に解禁されましたよという動画でございました。